きな刀は斬鉄剣です。スマイル大魔王です。こんにちは。好きな刀は力道山の手刀です。君はゴルね。ゴルね。はい、じゃあ手刀でやっていこうか。今回も第6話、表裏一体新影流の真骨頂。そう、ビッグネームが来やがった。裏と表があるのね。2人影があるからね。行ってみようか。とりあえずそれなんだ、2人出るのかな。今回はこっちも2人いるぞ、ね、こっちもね。いや、もう戦力差が圧倒的に、経済力はこっちの方が上だよね。いや、わかんないぞ。あ、文化生もたくさんいてさ。そっか。でほら、武士は食わねえと高楊枝だけ、うん、ねえ、貧乏だけだって。だって、うん、将軍のさ、指南役してたら、まあ、多分上手だよ。そうだね。重量じゃできないよね。確かに将軍が出し惜しみはしないよね。確かにお前一両でいいやとかね。さすがにそれはないよ。そう簡単に。オッケー。わしのほくろも高いんじゃぞ。いやあそこにできるっていう、女性であの場所にあったら結構色っぽいけどさ、悪罪感のこれはちょっとでかすぎる、ね、これを目の前にしたら私はどうリアクションできるから。でかすぎんだろ。ちょっとそういうのはないんでって。あ、野牛様道場ください。くれないと切れます。え、穴車と小学生の字みたいな。あまりお上手ではない。一周通り越して、あ、あ、あ、電池には、電池が虫も殺せないのに、それに任せ、負けるエビス屋、エビス屋がどんだけ弱いから。いや、彼はほら、詳細があるからさ、ビジネスセンスがあるから、喧嘩じゃなくてね。で、さあ、あ、で、あの、ムービー新集を後日出しますので、うん、すいません、またその時見てねっていっぱい喋ってごめんなさい。さあ、やけに漢字が多いな、はい、今回。そうね、真骨頂、表裏一体ってことね。言うて進化切りが何だか分かってない。うん、全く分かってないけども、剣術は習わなかったね、うん、うちら中国拳法は小さい頃からいろいろ教わったけどさ、あと合気道とかも習ったんだけど、あとアクスボンバーとか、アクスボンバーとか謎のね、謎の我流の技。お、野獣一門を敵に回すとは身の程を知らぬやつ。面白が良いぞ。真面目だね。クソ野獣のやつらめ、超怒ってる。超怒って、恐れは怒るだから言ったのに。勝手に出したの。しかし、おはや仕方ありません。あ、振りかかる日の子払うのが、やはり仕方のレギというもの。いや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 、別に、さあさあ、いさかに言うと、いいように転がされてんじゃん、大官。あとで覚えておれ、レビスや。片付いたテコピニョンはずよ。割と弱い、痛いやつ。さて、まず手下が出てきてるのね、今回は。だ、今回はね、うん、先生と、なぜか野球をね。お、こっちにも野球がいる。こっちにも野球がいる。野球にも表裏一体だからね。どっちの剣術が強いか確かめましょう。で、今回はね、刀剣乱舞ですよ、うん、刀がね、刀と刀が舞っちゃうからね。言うて、刀剣乱舞一回もやったことないんだけどね。まず野球4人、うん、先生1人で。あー、なるほど。お、野球対野球ね。表の野球と裏の野球の戦いをこう、こっちの方が性能が高いと。おー、ほんとに、黒叩きじゃん。あー、おー、おー頑張ってんな、あっちも。同じぐらいか、力は。そうね、だいたい性能は。で、先生が一人いらっしゃる。だからこちらにもいるんだ。伝説のジェダイの騎士がいいんじゃん、こっちに。勝てるから、宇宙クラスですよ。雷がなんか、今までとまた。おわーい、悪大感結構頑丈なんだよね。何回も切られてるけど。おわ、水しぶき。結構強いぞ、こいつら。ねえ、まあ、いっぱいを、ね、いい体格してるから、耐久力はありそうだ。やばい、こっち見たぞ。あ、今、スタン中ね。気絶中は。一番強いじゃない、大官が。このライトセーバーを野球に持たせたらいいよね。いや、量産できないわ。あー、そかそか、一人、そか、剣術が上手くない人こそ、まあ、使う。お、さあ、皆さん、剣が持っても刀剣乱舞ですよ、今回は。皆さんの好きな刀は何かな。野球が一人死んだから先生を補充します。あ、なるほどね。あ、味方ですか、先生を補充していくか、今回は。やはり先生の方が強い。あ、ほんと、うん、野球より、うん、圧倒的に先生が強い。すげえ、さすが先生。やるじゃん、もう構え方が違いますもんね。やる気が違う。何が何だか、混戦も混戦だよ。大混戦。そうね。さあ、こっちの、あー、いやー、これがいつも食っては寝て、食っては寝ての男の剣術です、皆さんって。素振りをちゃんとしようねって。おお。最初に呼んだ先生まだ生きてるから。あ、すげえ、あ、そっか、すげえよ。あ、この野郎、みんなでみんなで、うわー、俺だってこの5人に囲まれたらね、すごい顔だしね、男前のね、この先生に囲まれちゃうって、結構いんね、今回ね。だんだんなんかラスボスに近づいてきて、戦いも厳しくなってくるね。そして4連鎖。おー、すげえ。連鎖をやるたびにダメージが増える。あー、なるほど。こんな狭いところでこんなに。やだー、先生に囲まれたら、一部のファンは大喜びだけど、あー、あー。おー、完璧な布陣じゃん。これサムネじゃない、これ。おー。こんな狭いところが。あ、来て兵庫の助、三条。野牛兵庫の助、本名は野牛俊俊、野牛新影流の祖である野牛関秀才の孫である。
天才剣士として諸国を漫遊し、宮本武蔵とも親交があったと描かれるが定かではない。後に、兵法指南役として徳川義直に仕え、尾張柳生の祖として生きた。あ、顔尾張柳生、柳生兵庫の助剣山関州祭より受け継ぎし正当な柳生の剣は剣技見せてくれよ。こちらで陽から受け継いだこの履歴の件で。ああそうだよ、陽から陽 P から受け継ぎし来た。おー来た、ビッグネームが来た、ビッグネーム来た、眼帯かっこいいね。十兵衛先生、柳生十兵衛、本名は柳生光義、柳生新限りの祖である柳生関州祭の孫である。父田島の神宗則の息子にして、もう息子として徳川家光の剣術指南役を務め、江戸柳生の名を世に知らしめた。眼帯は修行中、父による失明説やビームス兵器説など諸説ぷんぷん、片方も見えなくしてやる。もうね、参る、お主がくたびれた中年を切るは剣がなくというものだが何貴様のような社会だにを活目してみよう。面白い、ダニ面白い。お前はどうやらギャグもできるよ。できるね、ダニ。この時代ダニっていう認識あったのかな。ダニ、まあ、目に見えるか、ちっちゃいダニならね、大きめのダニとかいますからね。あー、なんだっけ、飲み取り侍っていう先生が、あ先生が、あコマがどこ水から来たよ。そしたらそっちがビッグネームで来るな、こっちもビッグネームを呼ぶぞ。まさかみんなが大好きな、さあ刀剣乱舞女子の皆さん、彼が来ますよね。やったことないけど、まあ来るか、歩くの遅いのか、あれだかな。うわーすごいな、さすが二人を相手に今回やばい。そっか、ビッグネームが二人っていうこのボス戦のやばさなのね、この回は。おお回転切りすげえな、あの剣術で1日1万回練習してんでしょ。では起き上がりを切る。なるほどね、2連鎖、あれあっちでか、おお3連鎖、結構あれ間隔広くても大丈夫なの。あーすごいな、うわー燃えた、何があっ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 た、何が起きてる後ろで。起きたら燃えてる。ああ来ないと思ったら、ああいや何が起きてる。起きたくん、起きたくん1回しか呼べないのかな。起きたくんは1回しか呼べない。あ、そうじゃ今頑張ってもらえた。わあ、やってんのね。こっちはこっちで、今こっちを見ようじゃあ。あ、そうだ、よし、出会いで先生と起きたくんが囲んでる。起きたは三連切りをマスターしてる。なるほど、やめよ、うわ起きたくんが死んだらみんな悲しい。わあね、これ永遠にはね、何の回だっけ。ああ江戸の、やめてくれ、起きたくんは体力が低いんだ。あやべやべやべ、起きたくん踊ってるけど、ランプしてんじゃん、起きたくんランプしてる。うわああこれ発言モーバー、あー死んだわ。あれこれハッピーエンドかも。ハッピーエンドですな、これで悪い大官が死にましたので成功、あ成功な、成功大丈夫。これハッピーエンドだね、多分連鎖でダメージが増えちゃったの。あーそっか、火食らっちゃったしね。じゃあ見てみましょうか、ハッピーエンド。あ、ハッピーエンドがそっか、うん、あるんだ。あ、絵がすっごい悪意を感じる、このイラストに。うまいし、うまいし、悪意を感じる。指6本ない。あー、ほんとだ、おいおい。あ、毎回やんの、野球用のイラストとか。そうそう、野球用のイラストが。あ、すげえ。じゃあこれもおいおいね、ムービー CC 作りますね、皆さんお楽しみに。すげえ。顔、なんか顔がどうしてみんなおっさんなのね。あ、出演、あ、エンディング、エンディング、エンディングだわ。ほら、あーすげえ、これハッピーエンドだね。スタッフロールが、あーこの辺だね、うん、プチさんのバカさんだ。あー生徒さんの国ね、まだ出てない。確かに、ほら、あー野球版のエンディングなんだ、うん、すごいね、こんなに用意されてんだ。これは、あ、カタリーモの人がいらっしゃって、いじまさんですか。ほ、あさ、あーあーごめんなさい、堀野さんの悪口、信之さん悪口言ってすいませんでした。あー、ハッピーおめでとう。これで明日は。それじゃあ、また次回。さよならーって。って、おーいって。そうは問屋がおろすか。あー。燃えつけた。あーわざわざリング借りてこの写真撮ったんでしょ、だって。弱酸性忍者。弱酸性忍者。忍者。弱いね、敗北。こっち側。あ、もう、あー。負けても一応700両はもらえる。なるほど。どうせこのままリベンジするか、うん、なるほど、火がついたのが問題だったか、沖田くんの力を生かせなかったね。場所が悪かった。ああ、
どうすっかな、次もう一回ちょっと稲夫人でさあって、さあここまで来てやったぜここまで来て、あ、来たな、ここから来んだ、そう、積年の恨み、この野郎やってやるぜ、さっきは、さっきは油断したかな、そうだよって、いつの間にか仲間が燃えていたが、やっちゃうぜ、おお。さあ10秒目もカットだよ、カットだよ、さあやってください先生と腰元たちよ。腰元はリーチが長くてね、とても優秀ってことで、しかも耐久力も高い、ただ移動速度が遅いけどっていう、あーでもここにいちゃうね、問題ないでしょう。わー結構の回転切りが、さすがヤリュウ、一人死んだ、あ、あれほら、ほんとだ、あーいい、飛ぶなー、あれですね、うわ、まずい、結構気になる。さあ、じゃあこちらもね、伝説の剣士を呼んじゃってさ、なんかヤリュウはさすがに簡単に、おーなんだ、バッチですげー動きをしてた、何かが、おいおい、とりあえず先に一人やっちゃう。おお、沖田くんもすげえ、待ってる待ってる、沖田すげえ、すげえ、さすが沖田くん、沖田三角形、うわーいっす、うわー、回転切りが強い強いね、沖田の三連切りが強い、おおかっこいい、おお、あ、ほんとだ、焦点だよ、これが顔顔面偏差値の差だよ、あとイケメンはイケメン補正で勝てるってね。さあ10秒さん、さあやっちゃってください。おお、じゃあ見てみましょう、1、2、3、おお、かっこいい、おお、で1回転して切る、おお、すげえ沖田くんかっこいい、ポケナブファンの皆さん、そして起き上がりで切る、はあ、ライトセーバーです、おーほら、おー、きたくんすげえ、ただちょっと体力が低いのがたまに切る、まあ、確かにね、病弱だからね、確決しちゃうっていうね、それさえも、あ、奥になんかいる、いる、ザコがいる、ザコか、大丈夫、起きた後ろ、起きた後ろ、そうそう、おお、かっこいい、かっこいい、すげえ、起きたくん使いながら、あ、先生が一人後ろので、起きた分かってんのは、うん、あいたーい、あいたーい、とらーきゃー、起きて分かってるのは、うん、たまに咳込んでくれる、あ、嘘、分かってる萌えをよく理解してくれる、このね、萌えの、萌えの部屋でね、お客さんお願いします、 お願いします、やっちゃってくる、うわー、ギャー、意外とやばいか、平均の三連切りも痛いな、オッケー、きた、三連切り、すげー、焦点と、じゃあ、ホキタの顔を拝めるか、まだあ、頼む、イケメンを拝ませてくれ、あ、まだいるんだ、そうか、手下がいるんだ、あー、ちょっと見る横顔が、美しいね、はかない横顔が、これが静止ルートださっきではなかったんだ、なかったんだね、という夢を見たんだっていうやつね、おー、さすがですね、やっぱ用心棒も強いと安定して、うん、小悪魔親父ジャク三世忍者から上がりましたら大出世、大出世、おー、うわー、今回なかなかだんだん敵が強くなってきたけど、うん、次ね、またより強靭な敵が出てくるってことで、お楽しみにな、それじゃあさよなら、バイバーイ。